やっぱりこれも立派な勝負なので一つでも順位を上に、このスーパーフォーミュラーやっぱりやってる人たちがみんななんで速かったか、なんで負けたのかが明確なことは正直わからない。まあ見てあくまでもどんなこう作業とかどんな流れでやってんのかなぐらいな風にしか見えなくて、なので順位はもう本当に勘。オンボードとか見て基本的スムーズで頑張ってそうに見えないのに、速い車はドライバーもちろん乗りこなせてるし車がすごく乗りやすい状態ではあるんだなっていう、絶対負けたくないですね。スーパーフォーミュラ公式 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。 MC の笠原美香です。さあ今回も第6戦富士大会の順位予想していきたいと思います。さあまずですね、登場していただく、はい、アンバサーは前回バッチシ優勝をですね見事決めていただきました土屋武さんです。どうも土屋です。さあ前回ですね、はい、優勝宮田選手を当てたことによりなんとトップになりましたので、あのそもそもランキングやるって聞いてなかったしね、はい。まあ今年は宮田りとも推しっていうのを最初から公言してましたんで、はい、当てるまではとにかく1位でいこう、はい、で、はい、今回ねそれが無事に当たったということで、まあ、はい、あとねランキング順位がつくんだったら、はい、それはちょっとぐらい真面目にこれからやりますよ。おお、じゃあちょっと今度、はい、もうこれから折り返しということでね、もう6、7、8とそうです、ね、レスの方もね残り少ないということで、はい、バシバシとじゃあ本気の予想をしていきたいと思います。本気の予想皆さん、はい、注目ですよ。もうでもね今日のね優勝予想私はね誰かなっていうのはもうねなんとなくねたけしさんのこの姿を見るともう想像がつくんですけども、想像がつくんですけどもちょっとじゃあ見ていきましょうか。はいはい、誰がこんなのこれね、鈴鹿のガチャガチャで、はい、1000円で当てたんです、はいはい、お、当てたんですね、はい、サイン付きのサイン付きセルボさんのチームです ね、ガチャガチャをしてるんですけどもね、こういうなの で、ね、はい、でつけてるんですけど、まあ、はい、でもこれとこれは関係ない。え、そんな、もちろん、まあ、じゃあ見ていきましょうか、はい、では武井さんの今回の順位予想です。こちらじゃじゃん、おお入ってた、はい、このようになっております、はい、このような、あ、でもこう、お、ちょっと気になるところもありますが、じゃあちょっとどういった予想でこの3名を、そうですね、テストがあったので、まあ、それに基づいてちゃんと真面目に2位と3位は選びました。ほう、2位と3位、はい、でもカムイ選手がかなりいいんですよ。お、かなりテストで調子良かったん で、はい、でしかもすぐ覚えてますか、はい、追い上げ追い上げ、うん、でしかもフリー走行ほとんど走れてない、でもしあれなければもっともっと全然早かったんじゃないかなっていう。あ、なるほど。でここのテストでもかなり調子良かったんで、さらに先週モンツァで優勝、ありがとうございます、はい、海外の日本とすごい疲れてるけど、さっき顔を見てきたら疲れてるって言ったけど心地のいい疲れ、お、今年初めて心地のいい疲れを見たんで、はい、今週はやってくれそうだなと。そしてリアム・ローソン選手、開幕戦デビューウィーン富士スピードウェイで飾ってますし、2回目の富士ということもあるんですけど、ちょっとただ予想ではオーバープッシュになって予選がちょっと失敗するかも、逆に。でもレースはタイヤマネジメントが素晴らしい選手と仕上がりのいい無限チームなので、あとはチャンピオン争いしっかりガチッと取りに来るんじゃないかなということで2位、はいはい、2位と3位は真面目に使いました。1位は1位はリトモ選手が2勝したので、はい、土屋武史推しはもういいかなというところで、はい、はいはい、なのであのガチャガチャ当てたので、はい、坪井翔選手、はい、ま、をこれからは1位に推したいと思います。お、後半戦は坪井選手推しということで、勝つまで、はいはい、坪井推しで、鈴鹿でも優勝できた可能性はバリバリあったけど、はい、SC で阻まれた。でオートポリスも優勝できた可能性もあったけど SC で阻まれた、はい、去年は SC でやらかしたSC 絡みの運のなさっていうのはあるんですけど、そろそろ来るんじゃないかなというところで、うんうん、はい、まあ、ちょっと詳しくはアンバサダークラブの僕のコラムを見ていただければと思いますけど、はい、これで勝負したいと思います。こちらです、はい、決まりました。はい、たけしさんの優勝予想です。ありがとうございました。あって、なんかちょっとこんなんで、なんかこうセクター3こんな感じでしたっけ。始めたらこうなったんでね、ミッドレスやってみようって言ってみると、はい、続いてのアンバサダーは三浦愛選手です。お願いします。お願いします。前回、はい、
当てなかったから、ね、なんとですね、はい、ランキング追いつかれてしまいました。三浦愛選手、土屋武さん、イゴール・フラガ選手の3人がですねトップタイということで、じゃあレース面白くしないとね、エンターテインメントさえ持たせていただいた。ちょっと最下位の名前も言ってよ。3人しか今投票してない。最下位の方、最下位の方、ですね、小山選手に関してはとりあえずあの3人しか書かないようにお願いしますというふうにお伝えしたいところですが、はいはいはい、じゃあ三浦選手お願いします。じゃじゃーん、おー、今回は前回の動画を見てくれたトムスのタチ監督から、はい、お前はトムスをランキングに入れないなんて素人かと言われ、おー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 、お叱り OK、はい、動画を見てくれてるんだ、はい、確かにタチさん見てるんですね。タチさん、ありがとうございます。ということで、はい、すいません、だいぶ相変わらずの忖度入ってました、ってことですよね。もう三浦愛と言えばみたいになってますけど、大丈夫ですか。もうノリに乗ってる宮田選手、そうですよね、もう優勝ね、2回ということで、と今シーズン初参戦の笹原選手ですけど、はい、注目株ですよね。ね、富士での優勝経験もありますし、はい、テストの時もね、悪くなかったからね、はい、そして3位には前回4位、そう、惜しかったね、うん、次は表彰台行ってくれるんじゃないかと思わせてくれるようなチームの取り組みを、うん、あの工場見学で見させてもらったので、ね、あ、こちらちょっと忖度が入ってますけど、中の状況も見させていただいた上で、うん、ね、チームスタッフの皆さんの頑張りも踏まえて、はい、ということで、ということで三浦選手の予想はこのような形でした。ありがとうございます。続いてはイゴール・フラガ選手です。お願いします。さあ、イゴール選手、なんとトップタイに並びました。はい、今回無事に当たったということで、おめでとうございます。ありがとうございます。うん、でも、なんかこんなに予想してるのに、はい、なかなか当たらないもんですね。今回はどうですか、意気込みは。いや、あんまり自信ないです。お、自信ないということですが、予想の方行ってみましょう。お願いします。はい、じゃーん、こんな感じになりました。お、こちらですね。どこ行きましょうか。はい、じゃあまあトップからいきますか。はい、トップは野尻選手はもう前回体調崩したところで復帰しているのにもかかわらず、ね、はい、あの予選もいいところつきましたし、レースも淡々と走行して、はい、作戦とかも結構いい感じでハマって2位になったので、前回の富士とかもペースがめちゃくちゃ速かったし、はい、このままなんかちょっと逆転してくるんじゃないかなっていうことで1位に入れました。はい、そして2位は大島和也選手、前回のレースで、まあ、予選とかも割といいところに入ることができたし、そこから多分富士のテストで車とかも見つめるチャンスがあったと思うし、そういった方向性をいい感じでつなげれたらここら辺にまあ来る可能性あるんじゃないかなっていうことで大島選手入れました、うんうん、はい、3位は平川選手、はい、平川選手いつもレースすごく強いですし、多分富士とかはなんかセーフティーカーとかは入る確率が多いし、うん、彼もなんかいつもみんなと違う作戦をとってセーフティーカーとか入ったタイミングで一気になんかポーンって前に出るレースが結構、ね、はいはいはい、多いので、富士はすごくコース幅も広いので、はい、オーバーテイクもしやすくなるし、はい、予選で前に行けなかったとしてもまだなんか追い上げるチャンスはあるので、うん、こういった順位に僕はなりました。あるでしょうか、うん、当たってほしいです、当たってほしいですということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続いてはこの方、小山美樹選手です。なんでもう笑ってる、なんでもう笑ってる、もうね、オチみたいな感じになりつつありますから、まあ、名物コーナーのね、はい、小山美樹がいないとこの企画成立しないので、今回もねバシッとね、今回もではないか、今回はバシッと当てていただきたいんですけども、でもさっき名前呼んでくれなかったです。そうなんですよ、今残念ながら順位予想ランキングがですね、はい、最下位ということで。マジ？そうなんです、他の3人が今2ポイント取ってトップタイで、気持ちはトップなんだけど、気持ちはトップかもしれないんですけども、現実最下位、現実の方をちょっと今突きつけて、いやだ、見たくない。さらにですね、はい、前回はなんとですね22名予想していただいたと思うんですけども、はい、22名予想して当たったの2人っていう、もう記録的な、はい、2人も当たったね。あ、ポジティブは2人も当たっちゃったということで、素晴らしい。企画の趣旨ですね、はい、まず順位予想ですね、3人ですね、当てていただきたいと思います。小山美樹選手の順位予想です、どうぞ。じゃじゃん、おー、少なくなってる。
でしょ。そういうことじゃないです。違う、そういうことで、とりあえず今回は何人まで何人入れてくださったかですかね。1,2,3,4,5 あの待って、6人どこ行ったんですか。6人一言葉しにしたわのよ。ちょっとなるほどとはならないんですよ。、はい、まあ、ちょっと一応聞いていきましょうか、うん、ではまあ富士といえば、はい、富士といえば初戦ね私外してしまったんですけど、はい、やっぱりノイジーさん、ノイジー選手の、はい、同じチームのリアム選手、はいはいはい、まあ、この2人は、ね、はい、決勝来るのかなと思っておりまして、はい、そして2位はですね、はい、佐藤蓮選手入ってますね、まあ、今年ねまだ表彰台にも乗ってないと思うんですけど、はい、なんか一発の速さもありながら、うん、決勝はポジションをキープできればこの順位になるんではないかと、はい、予想して思ってますね、はいはい、一応じゃあ4位以下の方も聞いていきましょうか、はい、そうですね、はい、まあ、小林香織選手入ってますね、はい、ちょっと安定感が、ね、増してきて、はい、さらに速さも出てきてると思うので、うん、前回のテストはねあまり当てにならないかもしれないですけど調子も良さそうだったので、うん、亀さんも、うんうん、結構いいとこまで行くんじゃないかな、そうですね、ですね、まあ、5位山下選手、はい、前回富士では3位表彰台ということで、はい、まあ、富士との相性といったところでいいかなと、はい、そうですね、まあ、だいぶ気温も今日も変わってきてるので、はい、前回と同じくはならないと思いますし、やっぱ富士のテストを挟んでいる分データを取っているチームは上がってくる可能性もあるので全く読めません、熱い富士読めません、はい、そしてと6位は誰か気になりますが飛ばして7位を書かれているという、はい、まあ、宮手選手、はい、今年一番ね安定感ありますけども、そうですね、まあ、レースっていうのはね難しいんです、はい、ということで7位、はい、私たちもみきちゃんを理解するのが難しいです。、はい、そしてさらに、8位が誰か分かんないですけど飛ばして9位に国本選手が入ってる、はいはい、亀選手も入賞圏内ということで、いつもなんか国本選手と亀選手のいいところに似たようなところにいるんですけど、まあ、そのレースの展開もあるので、9番にしてみました、はい、そして10を飛ばして11に太田選手、はいはい、勘です、勘です、わかりました、はい、ということで小山美希の順位予想このようになっております。でもね愛ちゃんとね全然違うよね、みんなね結構今回愛ちゃんいいの本当にそれで。愛ちゃん悩ませない、愛ちゃん悩ませない、いいの愛ちゃんいいの、もう決めたから、あ、もう決めたから、そう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 、ブレないね、ブレないね、私ちょっとブレちゃうけど、はい、ブレのうちに終わりにしたいと思います、はい、そうしましょう、はい、ということで小山美希選手の順位予想はこのような形になりました。さあ、これで4名アンバサダー全員の順位予想終了となります。決勝レースは16日2時半からです。皆さんの優勝予想もぜひコメントの方に書いてくださいね。私の優勝予想は平川亮、バイバイ。